はいどうも、牛くんチャンネルの牛くんです。シムズ4続きからプレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。前回はね、なんかほぼ家から出ず、あのスキルを上げまくってましたね。はい、デイジーボブル。はい、じゃあ再開しましょう。何やってんだケイオちゃんは。ここね、料理がしたい。不快になっちゃってんだよな。なんかするか。とりあえずテレビ見てるけど、ステータスは？うん、これ消して。衛生面がちょっとあれだね。リフレッシュしようか。シャワーを浴びる。赤いマークなんだろう。爽快なシャワーを浴びよう。うん。膀胱もちょっとあれだからね。おしっこ行って。そうなんですよね。スキルは上げちゃったんで、今日あれだっけ？仕事だっけ？何曜日？水曜日。あ、水曜日休みだね。なので、ちょっとね、お出かけしたいね。いろんな人とお話ししながら、見つかっていく。こういう関係広げたいね。なんか、変なおっちゃんと恋愛感情、抱いちゃったけど、もうこいつがデニスね。こいつは嫌だな。よし、出かけましょう。なんかワールドを選択できるとか。自分どうした。あ、ゴミ捨てね。ヨちゃん綺麗好きだもんね。なんか捨ててるけど何を捨てた。何それ。ああ、食べ残しだったの。不快なんだよな、これな。背中が痛い。開いた。マットレスが硬いようです。まるでコンクリートのようでした。あ、そうなの？ちょっと待って、じゃあ。え？硬いんだ、これ。買い替えた方がいいのかな？でもなんか、新品そうだけど。ちょっと隣さんと挨拶しとこう。からかう。釣りスポットについて話し、あ、元気になった。いやでもそんなことしてる場合じゃないんだよ。なんかワールド、あーはいはい、ワールド選択に戻る。なんかいろいろいけそうな気もするんだが、図書館とか行けるじゃん。ミュージアム、すごい。誰？すげえ。ちょっと移動してみるか。BFF？ ベストマイフレンドってこと？図書館行ってみるか、ちょっと。ここ、同行する？いや、別に一人でいい、一人でいい。誰とも一緒に行かないよ、そんな。すごい、図書館来ました。外観どうなってんの？うわ、すげえ。ちゃんとした作りになってる。うわー、すごーい、おしゃれ。ギターもいい。ギターもいいからさ。ちょ、パソコン？パソコン見つけたって言ってる。使っていくか？ん？誰？あー、なんかそういうことか。図書館ってあるよね、確かに。調べ物系のね。いいじゃん、いいじゃん。何調べてんだ。なんかジョークを書くとかって言ってたよね。いいね。なんか話そうとしてる。言うことをおしゃべりしてる。いや、多分この辺の住人なのみたいな。やば。まあ私はね、コメディアンやってるんですけどね。あ、コメディアンじゃない、俳優だ。アクターなんですけど、あ、どっか行っちゃったよ。めっちゃ話しかけてんじゃん。あなたなんかスポーツがやってんの？やってないよ。いやーね、最近ね、買い物しなくてね、パソコンばっかりで。目の前に座っちゃったよ。めっちゃ話してる。
美味しいものがあるのよ、つって。こいつは話すな。ちょっともっと友好的な、ま、自己紹介してなかった。集中してるが。この人、おい。金持ってそうだな、ちょっと。いや、どうだい。マック美味しいよね。Zap him for Bane, Lamina, Urbani. Zap and Gorgia Bean, Chimbray, Bonsavino, Felinus. Valorboy, Tamus, Alwavine, Quakey, Dopsu, Wibbs, Gelbador, Gamsa Garby, Vena Garza, Fib. I'm laughing. すごいすごい。いい感じなんですよ。ああ、アピールのモノマネしてる。これ。アントマイムが無理しよう。趣味に熱中する。ウパン。関心事についてと話そう。こいつは何やってるんだよ。怪しい先見てる。ゲーム好きね。ゲーム好きかい？ディナーでも行く？めっちゃ良くなってる。お前もかよ。お前も入ってくるじゃない。いや、ギターが好きで最近師匠なんだ。すごい、すごい、すごい、すごい。お前誰だ？会話に入ってくんじゃねえ。こっちは無。こっち忙しいね。おい俺のことはいいんだよ、お前は。あ、そうそう。作詞家になりたいと思ってね。今度歌っさせてあげるよ。んあはん。なんでお前が幸せになってお前のことはどうでもいいんだよ。なんだよ、こいつ。本音と話じゃない。男には興味ねえ。料理料理。おいしい料理さ、この辺見つけて。お前もういいよ。会話いい、会話いい。いい。言うこと話せ、言うこと。誰か増えたよ。やっぱ話すっていいよね、誰かと一緒に。野球が好きなのかな増えちゃったよ、人。そうそう。何なんだよ、このコミュニティはよ。優子に興味があるんだよ。ボンカロムシ。教室、さらに選択肢。ウサナ・ザルシュ。ウサネ・パンドレ。面白い。ジョークよ。ノックノックジョーク覚えたんだよ。実は、ね、この前に、タンスを見つけたんだけど、タンスの角に小指ぶつかっちゃってさ、そしたらピエロが出てきちゃって、もうびっくりなんだよね。おう、これ、あかんな。メンバーか、ミスターか、これ。ミスターで藤村くんじゃないか。どうでしょう、メンバー集まってきた。誘惑的どうして星野源もいるけど。なんでそっち行くんだよ。優子に興味がなっちゃった。雨が降っちゃってね。優子。優子何してんの？何それ？ピアノのカレンダー。いっぱい集まってきちゃった。いいよ、そんなに。すごい仲いいぞ、優子と。なんか、誘惑しよう。デート行きたい、デート。おかげ、ゆうこちゃんが好きなんだよね。思考を知りました。お声はありがたいけど、君とそういう関係になることに興味はないんだ。なんだよ、ゆうこ。図書館来た。ジム行こうか。体鍛えようぜ。ゆうこは誘えるけど、ゆうこ誘ってみよう。あ、いるいるいる。ちょっとね、ジムでも行ってさ、これ汗流していこうよ。さあ入るか？そこでやんの？そこで腕立てするの？ゆうこすごいな。さあ、ようちゃんどうする？あ、ボクシング系ね。いいよ。あ、いい。やんのかい？ジャブで、ジャブで、ついて、ジャブで、ワン、ツー。はい、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。いいよ。決まってるね。いい顔してるよ。鋭い。頑固。鋭い。頑固です。ゆうこは？ゆうこ来た。ゆうこ来た。ゆうこ何するんだ？ゆうこって意味。あー、そっち系ね。23。いいじゃん。スペイン代表かな？おお。おお。大丈夫？美人さんじゃん、ゆうこ。大泉いる？
大泉が2人いるんだけど。ちょっと待って、お前ボクシングしてる場合じゃねえぞ。一緒に走れないのこれ。こいつかい、持久走いけ、運動してけ。ちょっと失礼。うお、なんだこの3人のラーメン。武器を応援してる、応援してくれてるよ。大泉か、大泉。いや、やめて、やめて、いたずらしないで。なんだこいつ。トレーニングしろ、お前は。イーサン。目の前で帰る。ジムトレーナーだったんだ、この人。似てんな、おい。ジムトレーナーです。指導してください。どうしたらいいのかな、これ。アフロがアフロを教えてるよ。いいよ、そのままで行け。ほらほら。車乗った方が早いよ。まあそりゃそうだよね。まあでも50歳だからさ、体は鍛えとかないとね。なになに、なんなんなんの。もういいんじゃねえか。I don't know. お料理見たくなっちゃった。やめろ。いい。料理番組を見て。すげえ仲良くなってる。なんでだ。あんた、あ、私似てるね。シカリスタって知ってる？どうでしょう、有名なんだけどさ。大変だって、あの時ミスターがさ。ユーコどこ行った？ユーコどこ行った？ムーマージャディ。ネコ神経。思いっきり引っ張る。びっくりさせる。なんでバットなの？あ、自分のこと考えて。ダンス、ダンス。別にダンス踊れんの。やーべえ、踊り出しちゃったよ。こんなんで紅白は出れないぞ。すごい踊り。誰これ。ギャビンって誰？目の前の人？この人ですか？え？ハンティントン三世 J。こいつと話せ。ダンスに招待しろ。なんだこの名前。ハンティントン参戦 J。 いいよこいつ。いい。こいつ話せ。 J とダンス。不快になっちゃった。おい、ハンティントン参戦 J、 自己紹介しとけ。金持ってそうだな、名前からして。不快になっちゃった。臭くないな、こいつ。臭い匂い出てる。臭っ。こいつ臭っ。ギターソロについて。ギター好き？出てるんだ、煙。臭っ。お前が不快なんじゃねえか。シャワー浴びてこいよ、お前。臭いな。キャリアについて嘘。バイオリニスト。踊ってる。衛星は？何？あ、連絡先を交換したんだ。やべ、もう9時だ、腹減ってきちゃった。ここさ、なんかジムなんだからさ、シャワー浴びるとこある。あるあるある。浴びとけ。爽快なシャワー。体をきれいにしてさ。ここめちゃめちゃいいな。なんで大泉のこと考えてるの。どういうこと。変なアフロがいたわ、みたいな。いいよ、もうこいつは風呂入れ。爽快なシャワー。大丈夫ですかこれ。女性用とかないこれ。おお、大丈夫か。見られないか。腹減ってきちゃったな。なんか飯食わないと。気にしないんだね、みんな。それ。いやありなのかこれ。大丈夫なのかこれ。いっぱい来てるけど、
大丈夫か。まあいいか。すごい世界だなこれは。そしたら腹減っちゃったんで、レストランとかないか。ないのか。まあ一旦家帰るか。よし。顔でか。顔でけえな、トンプソン。E さん。顔でか。あ、いいね。みんなと、なんでこいつが一番有効的なの。さあ、家に帰って料理を作っていこうか。さあ、帰ってきたよ。今日はすごくいい行動的な一日だった気がする。夕食、料理をしよう。なんか一番難しそうなやつ食べよう。ティラピアのソテー、パンケーキ、パンケーキ食おうか。夜だけど。うん。元気だよって。その格好で来たんかよ、お前。服着ろ。変態だと見られたらやべえぞ、これ。さあ、料理して。うまくなったか？閉じてんの。その格好でやるんかい？寒そうだな、おい。はい、謎のなんか。入れすぎた？おいおいおい。大丈夫かよ。ケムクジャラでよ。よく混ぜて生地をね。そして、フライパンで、綺麗に焼けるか。はい。いいね。ああどういうこと、何をやろうとしてんの。でもいいじゃん。これで料理スキルも上がっていきそうだしね。そうかな、さ、リフレッシュできました。料理が大好きだ。本領発揮している。へえ、やっぱシェフ大泉なんだな。どうだ。うんうん。うわあ、上手じゃん。その格好でかい。その格好で。いいねー、自分の作った。気分は最高。おぉ。いいやん。服着ろ、とりあえず。まだ腹減ってんな。まだ作れるな。なんかもっと、あ、でも、あれか、今から、テレビ見ながら食べるってことね。うんうん。いいんじゃない？すごくいい生活を送ってる気がする。あ、料理番組でね。すごいじゃん。関心が高い。シェフの格好とかないのかな、これ。服装で、服装変更するで、シェフっぽいのないんだよな。なんか買えないのか。あれ？お前、ギターどこ行った？あれ？あれ？ギターどっか行っちゃったよ。ここにギター置いてあったんだけど。ん？なんか持ってる？なんで？自分で持ってるってこと？インベントにロック引いとけ。ご機嫌な日。ん？どこに持ってる？ああ、持ってるんだ。すごいね。すご。明日じゃあ朝起きたら隣人に挨拶して、ひらめいて、こんな夜中にも。ひらめくんじゃねっつの。練習しとけじゃ。もう用事になりますけど。寝たいけど。一回寝て。一回寝た方がいい。居眠りする。はい。寝て。しっかり寝て。今から遊びに行っていい？いいよ。顔でっけえな。収まってねえじゃねえかよ。来いよ。寝てるけど。来れるもんなのよ。来たか。やばいやばいやばい。
仕事行っちゃうことになっちゃう、これ。体力ないとな。やべ、めっちゃ寝てる。起きろ。起きて、料理を作るんだ。やることが多い。カルビチームを作っていけ。起きろ。シェフ、大泉。トムソンは来る。不快になっちゃった。チープな冷蔵庫の匂い。ああ。そうなんだ。買い替える。でもさ、ちょっと待って。これは空腹。冷蔵庫ってどのぐらいすんの？これか。すげえかっこいい。なにこれ。アンティーク。すごい。アンロックとかあるんだ。品質とかある。すごい。電力消費レベル。信頼度。料理スキル上昇。655899899。どうだ。行くか。行け。行った。冷蔵庫っぽいなんか見た目じゃないけど。で、こいつも行くか。なんか、マットレスもどうのこうのって言ってたやな。こいつは？こいつは何なんだ？待って。体力4、不快。体力4。まあ、打って。ストレス軽減とかいっぱいある。男っぽくないけど、これにするか。オーデリア姫。ゴージャスでいこうか。部屋に合わねえけど。いいじゃん。待って、8000。やってしまったかもしれない。やばい、やってしまったかもしれない。これ、これ売れる？これ。$8500で売る。危ねえ、危ねえ、危ねえ。危ねえ。やっちまうところだったよ。終わる。終わるかと思った。危ねえ、ちゃんと見なきゃ。何したい？色。なんか可愛い系がいいな。これでいいか。これだな。いいんじゃない？オッケー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 。あっぶねー。終わるところだったよ、ゲームが。ああ、仕事だ。頑張って。いってらっしゃい。さあ、今日は、大成功なるか。どうだ。行っちゃった、ようちゃん。元気になってる。よかった。シャワー浴びるのめっちゃいいな。さあ、どうだ。帰ってきたか。今日は何もできなかったな。昇進、前座に昇格しました。時給が14ドル上がったことで1時間につき、合計54ドル、すごいじゃん。さらにボーナス。レトロスタイルよ。すごい。なんか休暇も変わった？これ。利用可能な休暇日数3日。有給もらった。有給もらえたよ。今日木曜日？休みか。あ？どういうことだ？明日また仕事ってことか。そしたら、ルンルンで帰ってきて、ちょっと待って、ヨちゃんごめんね。写真撮ろう？自撮り。ちょっと自撮りして。なんかあるから、これ。いやねー。昇進しちゃってさ、なんか知らんけど、昇進しちゃって。待って、これさ、フィルターとかなんかいろいろか、できない？
これしかできない。え、嘘だろ。あ、できるできる。フラッシュをオンにする。向きを変える。暗いもんな、オンにしとこう。リラックス、ポーズを変える。あ、フィルターあるじゃん。これはこれでいいけどね。なんか好きだな。明るい方がいいね。フラッシュじゃいらねえか。オフ、オンにする、オンにする。どう？これどこで見れるんだろう。まあいいや。ピザを注文する。夜中だからな、やめとこっか。電話で話すかゲームをプレイする。なんかゲームってなかった？エンタメ、あ、ゲームをプレイ。いいね、ようちゃん。すごいいい暮らしになってきてる。だって冷蔵庫も変えたし、ベッドも変えたからね。まあ、そしたら、なんかひらめいて、すぐひらめくんだよな。出世街道、このキャリアの可能性は無限大です。どうする？ギター弾いとくか、じゃあ。料理はいいか？料理しよう。ちょっと料理をして、どんどんひらめいていけ。これなんかかっこいいやつ作れ。腹減っちゃったしな。シェフ大泉。ちょっとやることが多いんだよな。順番にやんないといけないけど、体力もないしな。なんか生活の、リズムを整えたい。何時に寝たらいいんだ、これ。テレビ見ながらね。トイレ行って、もう寝よっか。やりたいことできてない。隣人さんへの挨拶だったり。ひらめいてるとこ悪いけど。あ、ひらめくと早いんだ。ちょっと、あ、皿洗いは下手くそと。トイレ行って、調して、もう寝よ。寝よ。しっかり寝よ。で、明日何時に起きようかな、これな。すごいすごい、快適なんじゃない、これ。早いよ、一段と。おお、空腹がなんか上がってる。あ、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 7時ぐらいで。起きろ、起きろー。あ、起きてくれー。トイレだけ一回行っていこうか。いやー、いいよ、普通だ。よしよし、不快にならなくていいぞ。ちょっとして、シャワーも浴びとこう。爽快なシャワー浴びて、朝風呂ね。よし、元気になった。出かけよう。朝から、朝っぱらから。公園行ってみるか。これなんだ。公園に行こう。じゃあ、この前ちょっと遊べなかったイーさんとユウコ連れてこう。マグノリアブロッサム。この間、ごめんねー。ニップパンプってなんだ、激でしょ？ごめんねー、この前はね、家にいたんだけどさ。忙しくって。魅力スキル。面白いジョークを入れる確率が高くなった。すごいじゃん。ディンバカンボ。ディンバカンボ知ってる？興味をそそろ。ゆうこどこ行った？ゆうこどっか行った？ゆうこ自由だな、割と。幸せなんだ。すごいな。馬も出たんですよ、これ。でかいよね。遊びに誘ってやるな。遊べないのか。うーんと。アクション。面白い。下ネタジョーク。ノクノクジョーク。チェスをする。チェステーブルなんでチェスをする。めっちゃ笑ってんじゃん。チェステーブルってどれだ？なんだこれ？あ、できるじゃん。一緒にプレイしよう。
お前チェスできるかい？頭悪そうだけど、チェスできるかい？あ、遊びに誘ったよ。論理学スキルを取得しました。うんうん。りょうちゃん頭いいもんね。すごい、いろんなパラメータが上がってる。すげえ。気分は最高。いい人生送ってんな。お気に入りのバンドについて話し合う。音楽愛好家のシムはこのソーシャルを実行できる。あっちなんかあるよ。イカサマしてんじゃねえか。イカサマできるかい？どうしたの？誰？フィリップス・エミ。誰？こんにちは。メック！負けた？カンカルー。ピエロさんですかみたいな。ああ、ブローチ。ロバッツ・イボー。スネバラ・イブナ。ジョークよ、ジョーク。ジップカルシャルネビーすげえいろんな人と仲良くなれるな。ストロム、ガーシャガーシャ、今履いてるんだよ、それ。すごい仲良くなる。ギター知ってるかい？なんか音楽知ってる人と話し合いたいな。いっぱい来る、誰。アンダンソーエミも来たよ。なんだよ、こいつら。エミ兄弟来ちゃったよ。なんなんだよ、こいつら。すごいな。話しながら、そしてチェスをしているという。幸せな。大人気者じゃん。すげえな、お前。趣味に熱中する。ナスティービフリーナ誰だエミエミ三兄弟揃っちゃったんだけど何それ、ここ何エミ公園エミしかいないんだけど、おーモテモテじゃねえか。なんだよこれ、おばあちゃんも来ちゃってよ。すごいヨウちゃんの周りには人が集まる。すげえ、なんてこと。話していけ、どんどん。あ、お気に入りのバンドいける。すごいすごい。予約でいっぱいです。会話したい人たちでいっぱいですが、E さんは待っている。E さんは大泉が指すのを待ってるが楽しんでいる。どういう状況だ。笑ってる、幸せそうだ。こいついいやつだな。あ、不快になった。目の前で話してるっていうのに幸せになってる。オッケーオッケーオッケー。要素スキルのレベル。はい、修理アップグレード。やべえ、一日が短い。終わってしまう。家族メンバー。こいつ下がったかな。料理について話す。キャリアについて。そしてイーさんはかわいそうだから。お気に入りレシピ。どうなってんだよ。ひらめいている。こいつすごいぞ、ポテンシャルが。輝ける人、立派な趣味に輝きを浴びています。すごいすごい。え、エミが雇用されていないことを知りました。エミ、うちで働くかい？終わった？終わった？とっぴな計画してみよう。夢について話す。なんかいろいろ、すごいひらめきが。やべえ。すごいなぁ、ヨウちゃんの周りには。めっちゃしゃべって。チェス関係なくなっちゃった。そしてユウコどこ行ったんだ？ユウコはどこに行ったんだ？飯食いてぇなぁ。公園か。なんかできることあるか。ここはなんだ？あ、まあ、トイレあるな。暴行はまだ大丈夫だけど、腹減ってきたな。飯食いて、ピザ注文するか、ここでみんなで。
なあ、みんなで食べたらいいよね。なんだなんだなんだ。ちょっとみんなで撮らないこれ写真。一緒に写真撮ろう。こいつしかいない。写真撮ってこう。記念によ。ちょっと失礼。ちょっと目の前を失礼。マシュマロ。あ、すごい。いい写真だ。すげえ。めっちゃいい写真じゃん。ちょっと待って。ちょっと明るいな。ものすごくいい写真だ。いい顔してるね、ようちゃん。フィルターなしでいっか。すげえいい写真。収まってないけども、結局。リラックスしていこう。すごいいい写真。ありがとう、イーさん。なんか飯が食えるところあったらいいなぁ。ナイトクラブはまだだろう。ミュージアム。そろそろいる ?BFF なんか。いるんじゃない？ノックする。お腹減りました。こんにちは。あ、どうぞお入りください。はい。いいんですか？居眠りする、ダメダメ。面白い自己紹介。今の俺だったら全然いける。カンカルーはじめまして。花眼鏡してる。ホリデー様。褒め言葉、ありがとう、まずは入れてくれて。お隣さんだということでね、仲良くさせてくださいよ。若者なんだ。美味しい料理について話し合おう。すごいすごい。めちゃいい感じじゃん。メモリー。最近のバンド、なんかいる？バンド、最近の。幸せ。元気。すごいな。え？あは、あは。激励しよう。フリンクショー、カチャえ料理できますこれ。誰これ。面白い自己紹介。やっぱね、隣人さんとは仲良くしとかないとダメだよ。あ、ギターあるやん。お。金曜日か。はいね、3人で座って。ガモン、はじめまして。大泉洋です。笑ってる笑ってる。あはん。いやいや、やっぱ大泉さんがいるとさ、バカ盛り上がるんだよ。すごいね。バンドなんかあります？すごいすごい、みんな笑ってるよ。話していけ。ノクノクジョークもする。腹減ってんだよな。腹減ってきたね。そろそろいいかい。おい、パイ食わねえか。パイを。料理できる？料理できるし。誰かと一緒に料理をする。みんなでさ、料理しようよ。ベーコン入りスクラップ。あやかす。なんかおやつ。みんなで作ろうよ。あ、作った。いけ。お前ら何やってんだ？作ってる？これは間違ってます。やめてください。どういうこと？なんで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 。え、どうしよう、どうしよう、どうしよう。激でしょ？ああいう状況だ。なんでなんでなんで。ね、これね、違うんです。やめちゃって。はいはい。何ですか、イーさん。大泉さん、カリエンテ・カトリーナさんってすごく素敵ですね。今度遊びに誘ってみるべきなんでしょう。知らんわ。自分で考えろ。なんで俺に聞くんだ。そうか、人ん家で、ダメなんだ。じゃ、帰ろう。
なんでみんなついてきてんの。呼んだ覚えはね、おめえらに。おい。飯を作るんだよ、こっちは。邪魔すんじゃねえ。まったくよ、お前ら。こっちは仕事が始まんだよ。勝手に上がり込むんじゃねえ。おい。なんだよ、こいつら。トイレしてんじゃねえよ、勝手に。やべ、早く作って飯を食わないと。間に合わん。ああ、上がった。やべ、もう行かなくちゃ。話しかけんじゃねえ、俺に。うるせえ。あれ、仕事じゃねえ？ヨウちゃん。仕事、仕事。行け行け、早く。遅刻。遅刻してますけど。なんでお前ら、家にいんだよ。なんなんだ、こいつら。コメディースキルレベル3になる。帰ってくるか。おお、こいつら何なんだよ。人んちでよ。今日会ったばっかのやつらだろ。家帰れよ。お前ら。なんだこいつら。大泉さん、早く帰ってきて。いや、でも高いよ、時給は。昇進したからね。誰だよ、お前。お前は誰だ。お前は呼んだ気も、覚えもねえし。初対面だろ。誰だ、こいつ。帰ってくるか、そろそろ。まだだ。なんなんだ、こいつ。家に帰せ。え？でもわかんない、こいつ。ずっと待ってる、怖っ。超怖い。宗教の人か？ 270 ドル稼いだ。すげえ、頑張ったな。コメディスキルも上げていきたい。暴行は大丈夫だな。体力はちょっとないか。まあ、腹は減ってるから料理をしよう。偉いなぁ、ちゃんと帰ってきて料理もできて。え、キムジネスのこと思ってる？なんでだよ。ちょっと間違っちゃったんだよ、こいつにさ、異性を気を引くなんかジョークとか言っちゃって、ちょっと恋愛感情持ってしまったんだよ。デニス。嫌だな、会話したくないけど。夜中起きてんのかな、もう11時になっちまう。ちょっとあれだよな、料理作って食べるまでが長いな。あれ？料理は？食べろよ。なんで食べねえんだ、腹減ってんだろ。やべ、もう寝なくちゃ。寝なくちゃなんだけど、コメディスキルも上げていきたい。デニスは話せなくていいけど。ようこうよ。ちょっと練習していこう。まあ、上がんじゃないこれ。おお、そうそうそう。上がった。始めたばかり。音楽の練習。練習をちょっとだけして。もういいよ。なんでデニスのことを思ってんだよ、お前。おっちゃんがおっちゃんのことを思ってんじゃないよ。体力はやばいな。1時までにしとこう。よし。寝るか。はい。寝ろ。終わりだ。もう夜中だからな。なんかいろいろバタバタしてたけど、ようちゃんはすごくいい生活を送ってる気がする。はい。ではまあ時間的にちょうどいいかもしれないんで、ちょうどいいかもしれないんじゃない？ちょうどいいんで。今回はここまでとしておきましょう。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画で、お会いしましょう。バイバイ。